今日西条市でお披露目されたのは津波大規模風水害対策車。県内で初めて配備されました。この車のすごいところは、とにかくいろんなものを積んでいること。2種類のボートに、持ち運びできる小型ポンプに、放水銃、そして極めつきは、水陸両用バギー。じゃあよろしくお願いします。記者がその実力を確かめてみました。おおすげえ。このバギー、サイズは軽自動車ほどですが、坂道以外にも丸太の上でもぬかるみでもへっちゃら。災害時に力を発揮します。衝撃は思ってたよりもなかったです。すごく安定してる感じがしました。ここ西条市は南海トラフ巨大地震発生時の浸水が想定される面積が県内で最も広く、死者も3500人以上と甚大な被害が予想されています。津波の方も冠水地域が結構広範囲に設定されてますので、そういったことがまああった場合にもですね、機動性、走破性を生かした活動が行えるのかなと考えています。はい、現場付近に到着しました。なお土砂崩れ範囲にあっては 50×100、 目測も 50×100 程度です。待っててくださいよ、今から助けますからね。こちらは今週火曜日に行われた県警の訓練。南海トラフ巨大地震を想定しています。そこに登場したのがすごい車。県警が今年7月に導入した高性能救助車ウニモグです。搭載されたウインチを使って進路を塞ぐ軽自動車を軽々と移動させます。そしてウニモグの真骨頂が、大きな石や急斜面がある河川敷を浅瀬ももろともせず縦横無尽に動き回るこの走破性です。最高速度は時速90キロ、傾斜角40度の坂道を登ることができるという、まさにモンスター。災害の際、これまではたどり着くことすら難しかった場所に機動隊員や資機材を運び、土砂などを蹴散らし被災者を救い出せると期待が集まります。災害現場にはですね、我々警察の助けを待つですね、県民の方がいるということがありますので、どんな状況にありましても警察が現場に駆けつけるというために装備を活用してまいりたいと思っております。災害時に頼りになるすごい車たち、愛媛の皆さん、お見知りおきを。